こんにちは、みゆです。今回はタイトルにもある通り、私が今期買った AW のお洋服たちをご紹介していこうかなと思います。で、今期は私は持ってるお洋服、持ってる冬服にプラスで合わせられるものや着回しの効くものをたくさん購入したので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。はい、じゃあまず一番下にあったこの段ボールからご紹介していこうかなと思います。これは私の大好きなリムワークで購入したんですけど、私はオンラインで購入しました。でちゃんと店舗で買うときに入れてくれるショッパーだったり、ちゃんとこの包装もね、しっかりリムのこの包装もしっかりしてくれて、本当オンラインで買ってもすごいワクワクして開封できます。はい、で買ったのがじゃーん、ちょっともう開けちゃったんですけど、こちらのニットのポンチョになります。これめっちゃ可愛くて、しかも、発売日当日に私は時間チェックして発売されたと同時に購入したんですけど、もうその2分後3分後ぐらいには完売になってて、本当大人気の商品だったんですけど、私はゲットできました、無事に。はい、リムのディレクターの方が言ってたんですけど、アウターだったり、まあ、ブラウスだったりジャケット持ってるものに上からバサッて着るだけですごい一気におしゃれになるアイテムって言ってました。本当にその通りだなと思って、可愛いと思って購入しました。じゃあ次が、じゃあメゾンスペシャルで購入しました。メゾンスペシャル私初めて購入したんですけど、これは AW でオーダーしたものになります。なのでもう1ヶ月ちょっとはクローゼットに眠らせてたものなんですけど、じゃーん、こちらのアウターになります。これめっちゃ可愛いんです、本当に。でこれも実は着回し抜群なアウターなんですけど、まあ、これもなんかポンチョみたいな形なのかな、なんですけど、これも自分の持ってるアウターの上からさらにこのアウターを着て合わせれるものだったり、まあ、普通にポンチョとして着てもいいんですけど、本当スタッフさんが合わせてるお洋服が可愛いと思って惚れちゃって買っちゃいました。はい、で別にベージュカラーもあったんですけど、私は前の年、去年めっちゃベージュ系のアウターを購入したので、今回ブラックを買いました。ちょっと見えるかわかんないんですけど、こんな感じ。じゃーん、若干ちょっとでかい人にもなっちゃうんですけど、スリット思いっきし開いてるのでズボンも見えるし、ほんと、はい、これも私持ってるアウターに合わせて着ようかなと思います。はい、次に今日届いたアイテムなんですけど、これは ZOZO から届きました。じゃーん、こちらのパンマルユナイテッドアローズのスカートになります。これ動画で前に言ったかなと思うんですけど、予約してた商品でやっと届きました。これもめっちゃ戦争に勝ち取ったアイテムで、これも5分以内ぐらいに売り切れてた超人気のスカートなんですけど、本当に可愛いです。で私がよく見る YouTuber さんの神田さんがディレクターを務めてるブランドなんですけど、本当に可愛くて気に入ってます。はい、後ろにスリットも入ってて超可愛いです。これシャカシャカみたいな生地で、でこれの同じ同素材で作ったトップスも T シャツ持ってて、それとセットアップな感じで着たいなと思ってこれも購入しました。はい、じゃあ続いて、じゃーん、ザラ、久しぶりにザラで購入しました。私ザラ大好きで、よくお買い物するんですけど、最近全然買えてなくて、サイトとか見るんですけどなかなか、まあいっかなって言っていつもやめちゃうんですけど、これは一目惚れして購入しました。じゃーん、このダウン素材のマフラーになります。実はこれも売り切れてて、入荷して速攻購入したアイテムなんですけど、色はカーキになってて、多分こういう形今流行ってて、ブランド、いろんなブランドで出てるんですけど、私はザラで購入しました。こんな感じ、めっちゃあったかいです。本当に今すごい日中と朝と夜すごい温度差激しいと思うんですけど、まあ、これ1枚持っとくだけですごいあったかくなるなって感じです。はい、これもアウターだったりジャケットだったりに上から着て合わせようかなと思います。はい、はい、じゃあ次、小物系に移りたいなと思います。まあ、またお洋服とかはユニクロでセーターだったりは冬になったらちょこちょこ買うと思うんですけど、また気に入るものがあれば Vlog の中でご紹介しようかなと思います。じゃあまず小物1つ目は、こ
これ前回の動画で出てすごいインスタだったり、まあ、YouTube のコメントでも質問いただいたんですけど、プラステっていうところのバケットハットになります。これ本当に可愛くて、ここはウールで、ここがレザーに、フェイクレザーになってるんですけど、デザインが可愛いと思ってここにしました。私はファッション雑誌を見てモデルさんが着用してて、まあ、調べてでオンラインで在庫があったので購入した商品なんですけど、もう本当にこれ可愛いのでおすすめです。まあ、着用してる動画だったりは前の Vlog を見てくださると嬉しいです。じゃあ小物2つ目が、まあ、これも1回店舗で見て試着して、で1回やめたんですけど、やっぱ欲しくなって買いに行ったものです。はい、じゃん、こちらの2個目のバケットハットです。でこれはニットになってて、アイボリーを購入しました。アイボリーのバケットハット持ってなくて、ブラック4つぐらいあって、本当アイボリー前から欲しいなって思ってたんですけど、なかなか自分のスタイルに合うやつとか自分の頭に合うものがなかなか見つからなくて、でこれ本当可愛かったので購入しました。こんな感じです。はい、次ラストなんですけど、ラストがじゃーん、こちらのザ・ショップ TK、 ちょっと読み方わかんないんですけど、合ってるかわかんないんですけど、初めて購入しました、こちらのお店で。じゃあまあこれは冬服とかあんま関係ないかなと思うんですけど、こちらのレザーのバッグ、トートバッグを購入しました。これはフラッて入ったお店で購入したんですけど、デカめのこうかっこいい、こう大きめなバッグですごいかっこよく合わせれるものを探してて、ドンピシャがあったのでそこを購入したんですけど、レザー、フェイクレザーなんですけど、すごい柔らかくて全然あの重たくもなくて、たくさん入れるなと思って購入しました。これショルダーみたいにこう肩からかけれるんですけど、そこをここボタンになってるので外してハンドバッグとしても持てます。はい、で他にベージュとか、あのスウェードだったっけな、スウェードのベージュとかもあって、すごい可愛かったんですけど、まあ、ブラック無難に使うかな、無難に使えるかなと思って、私はこちらのレザーのブラックにしました。はい、こんな感じで今季購入したアイテムは以上になります。本当どれもすごい着回しの効くアイテムかなと思うし、あの全然来年再来年も着れるぐらい本当シンプルなものが多いので、ぜひ皆様もサイト覗いてみてください。商品のリンクあれば概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。今回こんな感じで購入品紹介を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。